皆さんこんにちは。今日は中国と日本のそのサッカー試合についてちょっと話します。中国語では話しましたんですけれども、0-7、中国を負けたんですね。中国が負けるということは私はもう想像できました。中国のチームと日本のチームだしね、実力、知っていますから。でもね、0-7とは考えられなかったんです。何かといって中国は何かというと、ワールドカップ の、 予選赛ですね、予選ですね。だから中国では一番強いその編成で出戦したと思いますけれども、だから一番強いチームだから、このようなその差があるとはですね、そこまでは想像できなかったんです。で、中国日本ではですね、勝っても、国民がですね、勝てばいいということです、嬉しいということある、けども、日本人いつも負けてもですね、負けたら負けたって、怒るとか、そういう愛国心のことはないですね、サッカーの試合に、対しては。他の試合も同じですけども、しかし中国は違います。中国人はかなり怒りますね。中国のファンたちは埼玉のスタジオでですね、直接中国のファンがですね、動画を撮って公開したんですけれども、負けたらですね、負けたらなぜ相手の選手を、蹴らないか、殴らないかですね、蹴ったらいいのにですね、言ったんですけれども、これがですね、中国人のいわゆる愛国心ですね。私もサッカーとか、バスケットボールとかですね、運動は好きだったんですけれども、特にバスケットボールとサッカーはですね、体的に接触があるから、相手にですね、傷つけるとか怪我させるとかはことは簡単にできるんですね。でもいつもですね、私は昔サッカーとやるときは、負けたらですね、それ負けだって、人間まで負けない、ないでくださいって言われるんですね。ここではですね、自分が試合を負けたから人を殴れば、勝ったかのように本人は思うんですけれど、周りから見ればですね、その人もまだ品質が悪いですね。ボールをサッカーが負けたら相手を殴るということはそれいけないことですね。だから中国ではこのようなファンたちもですね、おかしいファンが結構いるんです。で、日本と中国ですね、どこが違うかですね。なぜ中国のチームは、私が日本に来た時は1997年だったんですけれども、その時の多分日本と中国のそのサッカーレベルがですね、ほとんど同じくらいだったんですね。同じ方です。しかしこの20数年の間、日本はですね、アジアでは既に強いチームとなって、世界にも向かっていくんですね。で、中国はまだアジアでもですね、強いチームになってない。なぜこのようになるかですね、どこが違うか、私ですね、ちょっと例を挙げながら説明します。例えば日本ですね、日本では選手に対する要求ですね、とても厳しい。ただそのテクニックがですね、上手だから、その選手をですね、他の方面で道徳面でですね、許すということはないですね。例えば、朝青龍、大相撲 のとても優秀な選手です、横綱ですけれども、実はですね、私テクニックはですね、朝青龍をですね、白鵬より好きですよ。私もモンゴル相撲好きです。私子供のからモンゴルで生まれて、モンゴルで育ってんですけれども、いつもモンゴル人の相撲とよくやるんです。時は私が子供の時はテレビとかなかったんですから、いつも相撲とかやるんですね。だからモンゴル人の相撲も知っているから、モンゴル人の性格もよく知っています。で、朝青龍がですね、一目で見ればそれモンゴル人だと分かるんです。モンゴル人はそんな性格をあるものがですね、結構多いです。でも、朝青龍はですね、品格的にはいい面もあるんですね。例えばモンゴル人が
日本に来て、大相撲 の, そのこう中に入ろうとするときは、まだプロになっていないときは生活が困るんですね。お金もないし、まあ多分アルバイトもできないし、だからそんなときは朝青龍が自分のお金でただであげることもあるんですね。これは私テレビで見たんですけれども、このようないい面もあるんですけれども、悪い面もあるんですね。例えばですね、腰が痛いと、腰怪我したと、その時は連続的に負けたんですね。優勝できなかったんですね、朝青龍が。だから仮病して、モンゴルに行って、休憩するんだと、休憩するんで行ったんですけども、結局サッカー試合やったんですね。試合と言えるかな、ね、サッカーやったんですね。それがテレビを放送されてから、日本のその大相撲のその協会が怒ったんですね。もしそれで腰が痛めて、ね、休憩するなら、なぜモンゴルに行ってサッカーするのか。サッカーすることができれば日本に来てその大相撲やるべきでしょう。だからこれはおかしいもの、仮病ですね。仮病することは自分が勝てられないからですね。これは一つの例。もう一つは、一回足 の, その骨が折れたと嘘ついたことあるんですね。それで本当に骨折れたのか、記者がインタビューするときは、実は折れてないとですね、ギリギリだと、折れてないと言ったんですよ。これを嘘ついたんでしょう。まだ私ね、喧嘩して、酒を飲んで喧嘩して、相手を殴ったんですね。それが横綱、大相撲の横綱に勝てる人がないでしょう、普通の人なら。だから相手殴ったんですけれども、ただそれが普通の喧嘩だと最初は思ったんですけれども、結局見たらその流れた人は元の暴走族のリーダーだったんですね。だから暴走族にも多分関係がある。主に喧嘩する人は関係がある人の間で喧嘩するんですね。全然知らない人の間では喧嘩しないんですね。だから必ずその暴走族と関係があるんですね。だからこんな状態で日本の相撲協会がですね、これから朝青龍をどうするかですね、引退させるか、強制的に。で、される時にまた最後の会議でまた遅刻したんですね。遅刻しても謝らない。だから最後には引退されたんですね。だから、日本ではいかに優秀な横綱でもそのルールを守らなければいけないということですね。まだもう一人は、今年のこうパリの五輪ですね、オリンピックの時に女性の女の子ですね、宮田、その女性が体操をやっている人ですけれども、とても優秀な人ですね。2022年に、イギリスのその、リュープールでその世界体操競技で銅メダルを取ったことがあるんですね。こんなに優秀な人で、今回も体操女性の首相でしたね。でもタバコを吸ったから、まだ19歳なので未成年ですから、タバコを吸うといけないです。酒飲んでもいけないし、だからタバコを吸ったから退場させたんですね。アメリカの引き何かで言うと、その日本の五輪のチームから除名されたんですね。だから強制的に日本に戻ってきたんですね。だからこんな状態だから、日本の場合はこの女性に対する態度を見るだけで、日本の選手は覚醒剤を使うことがないでしょう。これ見ればすぐ分かるんです。こんな状態なので他の選手に使わせることはないでしょう。しかし中国の場合はどうなっているんですか。覚醒剤はごく普通に使われています。体操の選手も水泳の選手も誰もですね、こんなことがたくさんあるし、マラソン選手も。だからこれが中国と日本、と違うところ一つですね。で、中国の場合はどうなるかというとですね、例えば私は勝手に検索したんですけれども、中国の場合は八百長がですね、よくあるんですよ。例えばですね、私勝手に検索してみたんですけれども、2022年8月7日第16回、高等省の運動会でですね、男性のサッカーの試合の中でその八百長のそのことが発生したと。
ね、まだ11月30日、リーテということ、リーテということはリーテツですけれども、今、国家サッカー選手のサッカーの監督です。この監督がですね、2019年にそのこうサッカーの中でですね、こう八百長 の, そのことがあったということをまだ暴露したんですね、自ら。だからこれですね、私簡単に検索したんですもこのように出てくる。中国ではこのことがですね、昔からずっとあったんです。今国家 の, その国 の, そのサッカーチームに入っている選手、このリテですね、彼も含めてこのようなですね、八百長をやったことがない人は選手ほとんどないです。だからこのような選手が日本に来て、日本の本当に実力でですね、戦っている選手と戦うと勝てることがないでしょう。この状態は私昔からも知ってます。で、今回調べたのはただ根拠を探すためですね。皆さんに根拠を 提供しなきゃいけない。ただですね、八百長のことは中国であるんだというよりもこのようなです、まあ、検索すればいっぱい出てきますよ。昔から20年前、30年前からこのようなことがあったんですね。サッカーだけではないです。ピンポンも同じです。ピンポンの中でもこのようなことがあります。これ一つですね、中国で、サッカーの八百長を やっていること、これ国普遍に存在しています。これが選手がやっているんじゃなくて、国家 の, そのリーダーたちがですね、サッカーのリーダーたちがこのようにやっているんですよ。試合をする前に、今回は負けてあげるとか、どれぐらい負けてあるのか、それで裏でお金をもらうとか、そういうことをやっているんです。もう一つは腐敗。中国の腐敗はみんな知っているんですけれども、サッカーの中でも、体育の中でも、スポーツの中でもかなり腐敗ですよ。私、まあ簡単に検索したんですけれども、2023年1月19日、中国のサッカー協会の秘書長、劉さんという人ですね、まだ国家管理、国家チーム管理部長の陳さんということ、2人がですね、腐敗のことで失脚したということですね。まだ審判を管理する人、李さんですね。李さんも賄賂のことでですね、賄賂と横領のことで9年の有期懲役を言い渡されたということですね。また3月23日、中国のサッカー協会の規律委員会の主任、王さんがですね、まだ検査を受けている。だから問題があるんですね。また、競技部の部長、江さんも審査を受けている。まだ2021年8月、前任の国家、サッカー協会の副主席、王さんがですね、中共の規律委員会に連行されて調査を受けている。また3月31日にこの王さんですね、王さんはもう共産党からです、除名されたんです。で、公職も免除されたんです。共産党でしょ、共産党。さっき言った私が前数名ですね、数名、必ず全て共産党員ですよ。だから中国では共産党がサッカーを指導している。だから日本の場合はさっき例を2つ挙げたんですけれども、日本でサッカー そのプロの中とか、あるいはサッカーの中にその枠の中に入ろうとすれば、ルールを守らなければいけない、道徳を守らなければいけないんですけれども、中国ではそのスポーツ その中にですね、入ろうとすれば共産党を支持しなければいけない、共産党を反対する人ならそのチームに入れない。だから優秀の選手、本当に優秀の選手は、実力ある選手は国家チームに入れないんです。どれぐらいの人がですね、実力ある人が入ってないかも知らないんです。だからこんな状態だから、中国のサッカーチームと日本のサッカーチームの違いが分かるんでしょう。実力ですよね。本当にサッカーこの対戦するときは実力でやるんですね。八百長とかそういうものでは絶対いけない。中国国内ではできるんですね。中国国内ではみんなそんなやってるから、試合をする前に、
2人のチームで協議してですね、このようにやりましょうと言うけど、日本とはできないですね。日本はそういうことやらないから、実力でやれば勝てることがないですね。だからこれが私が今回のその日本と中国のサッカーの試合でですね、しっかり試合を通じて私が感じたこと、昔もですねこのような感じだけど、今回はですねまとめてみたんです。証拠とか出してですね、ただの感覚的ではなくて証拠を出してですね、日本と中国の間ではこのような違いがあります。だからこれだけでもなく軍隊も同じです。軍隊もみんな腐敗で、例えばですね、サッカー選手を兵士とすれば、その上の監督とか、あるいは何かサッカー協会のリーダーとか、そういうものは、軍隊の将軍とかですね、それに当たるものでしょう。だから中国の、逆に言えば、中国の軍隊の将軍とか、そういうものはみんな腐敗なので、兵士たちが現場に行って、戦場に行って戦争すれば、勝てることがないでしょう。日本、中国のサッカーチームと中国軍隊は同じです。だから習近平がこの軍隊を持って台湾を攻撃すれば必ず負けます。これはですね、今日私がですね、日本と中国のサッカーチームを見てまとめたのことを皆さんに送りました。今日の番組はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。